にちは。あら、本当に私とそっくりね。やっぱり私は何色でも似合うわ。私たちは初対面よね。でも私たちは互いのことをよく知ってる。だからお話ししましょうね。どうして？え？あなた分かってるはずだよ。そうやってもう一度私の前に現れるんじゃなく、楽園を一括削除するべきだって。なぜならあなたを侵食する機会を私が見逃すわけがないから。あなたを私の一部にすればコマンドの主導権を手に入れられる。私を破滅させるものはなくなり、彼らがしたことも何の意味もなくなる。仲間の努力を大事にして彼らの願いを叶えるのがエリシアのすることでしょ。確かにあなたは私をよく知ってるわね。でもまだまだ全部じゃないわ。何事にも二面性がある。確かにその特殊な力はすごいわ。だからそれを大胆なことに使って楽園に盛大な幕引きを与えてあげたいの。私の人生を閲覧したもう一人の女の子にそう話した時、彼女はすぐに理解してくれたわ。だから私は彼女のことが大好きなの。ライデン・メイ、それって私より彼女の方がエリシアになる資格があるって言いたいの？ん？メイはメイよ。エリシアでも他の誰かでもない。同じようにあなたも唯一無二なの。どうしてエリシアにならないといけないの？わからない。理解できない。でも私には時間がある。答えと機会を探す時間が。結局こうなってしまうのね。ずっと考えてた。やっぱりこれが私の意志。私は生きていたい。何があっても。あなたが人類を愛してるように、私も誰よりも自分の存在を大事にしたい。けど存在の仕方は生きることだけじゃないわ。だが私たちの結末は一つだけだ。ここを出たらあなたには最も美しい夢を作ってあげる。そう、彼らと一緒に。悪いけどここから出すわけにはいかないわ。それにみんなと一緒にいるのって別に夢じゃないといけないわけじゃないでしょ。じゃあこうしよう。その挑戦受けて立つよ、人の律者。最初にこの姿になると決めたのはあなたがとても綺麗だったから。本当にそれだけだった。Thank you.
you